8600系電車は2014年6月に営業運転を開始した四国旅客鉄道の直流特急系電車。2000系機動車の老朽。JR 四国における特急系電車の申請は8000系電車以来21年ぶりであり、開発には鉄道建設、運輸施設整備支援機構の特例業務勘定の 利益上預金を利用した費用支援が行われており、量産先行車の導入に約10億円が費やされている。キャッチコピーは、セトウチストリームエクスプレスで8000系電車のキャッチコピー、セトの疾風を踏襲したものである。曲線での速度向上のため、車体傾斜制御装置を搭載しているが、本形式では従来2000系機動車、8000系電車で用いられた。 制御付き自然進士方式ではなく、台車構造の簡素化による、正メンテナンス化と到達時分の短縮の両立を図るために、台車枠と車体の間にある、左右の空気バネの内圧を制御して、車体を傾斜させる、空気バネ式車体傾斜方式を採用している。内外装や、う度デザインの製作は建築デザインの経験がある、JR 四国の社員と、車両メーカーが共同で行っている。 デザインコンセプトは、レトルフューチャー都市、ノスタルジックな鉄道車両のイメージを、未来特急としてデザインしている。エクステリアデザインは、先頭部を蒸気機関車を模したブラックフェイスとし、列車の力強さ、ダイナミズムを表現している。車体色は、オレンジとグリーンが用いられ、瀬戸内の温暖な風土と、穏やかで美しい四国の自然、愛媛と香川をイメージし、 特急のスピード感を流線でなぞらえている。車体下半分はグレードした。先頭部はすべて貫通構造であり、貫通扉には LED 式の相性表示器を装備している。各客用扉付近には、潮風エクスプレス岡山、松山、石槌エクスプレス高松、松山の文字と、各列車のヘッドマークが描かれたステッカーが貼られており、TC、 TSC 社の3位、4位側,側側面には SS、瀬戸内ストリームエクスプレス SS8000 のロゴマークがそれぞれ描かれている。車体はステンレス鋼を用いた溶接組み立て構造のステンレス車体を採用しており、車体の側面の側構え体には溶接歪による凹凸が少ないレーザー溶接が使用されている。先頭部分の先頭後退部は普通構成を用いた。 溶接組み立て構造である。床面高さは8000系と同様の 1105mm である。また、運転台部分に衝撃吸収構造を採用しており、前面から運転席の乗務員腰掛け背面までをサバイバルゾーン、運転席の乗務員腰掛け背面から客室扉があるデッキまでをクラッシャブルゾーンとしている。また、TC、TSC 車後くらい側には、 衝撃エネルギーの吸収要素を装備し、確実に機能させるため、車端にアンチクライマーを設置している。客用扉は8000軽電車などと同様に、各車片側に2つずつ、車単速に設置されているが、本系列では、プラグドアではなく、一般的な引き戸とされた。また、半自動機能付きで、そのためのドア開閉用ボタンも設置されている。また、車掌や、 客室乗務員が使用する放送装置は、社外放送が可能となっており、無人駅での修達業務が多い JR 四国での地域事情を考慮している。車両、座席種別ごとに、グリーン、オレンジ、赤音色のアクセントカラーが設定されており、座席色やデッキ部手すり、乗降用ドアの室内側の塗装に反映されている。また客室には、 バリアフリー整備ガイドラインを考慮した設備を導入している。照明には LED 照明を採用している。車内案内表示器は客室妻扉上部のほか、普通車半室を指定席とする場合の案内用として客室中央にも設置している。普通客室インテリアのコンセプトは未来を想起させる明るく洗練された車内空間。 先進感の中にナチュラルなぬくもりを感じることができるインテリアとし、倉庫に木質系のテクスチャーを配置している。なお、座席色は車両のインテリアのアクセントカラーに準じ、グリーンとオレンジが存在する。腰掛けは2プラス2配置の回転式、リクライニングシートを 980mm 間隔で設置している。8000系と比較して、 超過遠心力の許容値を引き上げて設計しているため、腰掛けは着席時の横 G の間隔を緩和するため適度なくぼみを追求し、座席背もたれを高くすることで、総合的なホールド感を向上させている。足元にはフットレストを装備しているほか、肘掛けには交流 100V 用の電源コンセントを備えている。背面テーブルはノートパソコン仕様を考慮し、 8000系の 250mm380mm、mm、から 250mm420mm、mm、に拡大されている。また、キャリーバッグなど手荷物の大型化に対応し、航空機の持ち込み可能種荷物の基準を考慮して、荷棚を拡大している。グリーン客室インテリアは普通車と異なりつま壁を木質系としているほか、 重担時期の床とすることで落ち着きのある空間としている。TSC 車に半室で設定され2プラス1配列の回転式、リクライニングシートを 1170mm 間隔で設置している。普通客室と同様肘掛けに電源コンセントを設けているほか、電動レッグレスと読書灯を設置している。なお、シートモケットはアクセントカラーの赤根色に、 カラフルなドットラインの波形を重ねることで、瀬戸内海の穏やかな海や豊かな自然といった四国の豊潤な自然の恵みを表現している。運転台乗務員室はすべて列車の分割、併合が容易に行える貫通構造の高運転台構造とし、高速走行時の視界確保と乗務員の安全を確保している。前面窓の運転席側と助手席側にはワイパーが装備されているが、 運転席側に補助のワイパーを装備しており、主ワイパーが故障した際にはバックアップとして使用される。その他設備、TC、TSC 社に多機能便所、男性用小便所及び洗面台、MC 社に通常の様式便所と男性用小便所を設けている。多目的室は TSC 社に設置している。また、TC、TSC 車の多機能便所前の通路割付客向けに、 明かり取り窓とコンセントのついたカウンターを設けている。基本的に車両の性能確保を前提とした上で、既存車両と共通化を図っているほか、新設計された機器も最小限の変更で、既存車両に代替品として使用可能としている。ユニットを組む MC 車と TC 車の2両に主要機器を分散搭載しており、MC 車には VVF インバータなどの主回路機器が、TC 車には 終電装置や補助電源装置、空気圧縮機などの補給類が搭載される。電源、制御機器視回路制御方式は、架線からの直流 1500V を VVVF インバータで参照交流に変換して、交流誘導電動機を制御する VVVF インバータ制御を採用する。VVVF インバータ装置は SCS63 と呼称される。イベット素子を使用した2レベル。 電圧型 PWM インバータ1機で1機の電動機を制御する、いわゆる 1C1M 構成であるため、故障時は1群ごとの開放が可能である。ブレーキ方式は改正。発電ブレーキ、併用電気指令式空気ブレーキを採用しており、常用ブレーキ、非常ブレーキ、そもそも速ブレーキ、直通予備ブレーキの4種類を備えている。発電ブレーキ時に使用する。 ブレーキ直波装置 SCH63 と自然冷却式ブレーキ抵抗器 SMR63 も装備しており、河川への改正負荷がある場合には改正ブレーキを優先させ、常用ブレーキ使用時では時速 0km 付近まで改正ブレーキを使用できるが、河川への改正負荷がない場合においての改正執行時には、 河川電圧の急上昇を検知して発電ブレーキに切り替わるようになっている。また、滑走制御機能付きブレーキ制御装置を台車金傍に装備する。主電動機は、東洋電気製造製の全閉外線計算、消化後形誘導電動機 SMT63 を採用する。固定子コイルや回転子周辺への自外の侵入を防ぐことができ。 従来の解放系種電動機と比較して保守性に優れた構造となっている。さらに、外線ファンによる冷却風が固定子鉄心を直接冷却するため冷却性能に優れている。補給用、制御用電源として静止系インバータイス SIV150M を2機搭載する。そのうちの1機を待機予備とする、待機二重系とすることで冗長性を確保する設定である。 空気圧縮機は SIV 出力の参照、交流 440V60Hz を電源とする SMHz13SC1600 を採用し、空気ブレーキや空気バネ式車体系車などへの圧縮空気の供給を行う。冷房装置は作業性向上のため、機器構成単位ごとのモジュール設計とした集中式の AU721S を各社一機搭載する。 トンネル侵入時にダンパを制御して汚れた空気の流入を防ぐ機能、停電で電力が立たれた際にも換気が可能となる機能を装備する。終電装置 TC、TSC 車後くらいに搭載する。なお、終電装置取付部の屋根は、予算線の強小トンネルに対応するため通常部の 3560mm から 255mm、低くした 3305mm とされている。 終電装置には JR 四国の車両としては初めてのシングルアーム型を採用したバネ上昇式空気加工式であり電磁鍵外し装置を備えるスリー板は側面にアーク保護板を取り付けたメタライズドカーボンスリー板を採用し高速走行での追従性向上のためにオイルダンパーを搭載する車体取り付け寸法は8000系電車の SPS59 と 共通とすることで互換性を持たせている。また、終電装置が車体傾斜により架線から離線したり、強小トンネルで建築限界へ支障することを防ぐため、車体側部を通して、終電装置取付台と台車の間をワイヤーで連結し、終電装置の左右の動きを拘束、その取付台が屋根状の枕木方向に設置されたガイドレール上を移動することで、常に 終電装置の位置を軌道中心とする、河川追従装置を装備する。8000系にも、同様の機構が搭載されているが、本系列では、修道とワイヤーの触れ角を小さくするため、大枠仮面でのガイドローラーを省略している。また、台車の旋回、上下道の相対動きを操作するため、ワイヤーロープカタンを台車に直接固定せず、車体側の中間張りに接続し、 台車のアンチローリング機構により中間張りと台車が平行を保つ仕組みを設けている。車体傾斜装置川崎重工業開発の空気バネ式車体傾斜方式を採用しており、床下に車体傾斜電磁弁箱を各社に2台ずつ装備し、曲線外木側の空気バネ高さを上げることで最大で2度の車体傾斜が可能である。使用時の曲線通過速度は下表の通り、 これは、より傾斜角の大きい紳士方式で車体を傾斜させる2000系機動車、8000系電車と同等であるが、通常の在来線車両では、曲線通過時の左右定常加速度 0.08G を目指して設計されるところ、本系列は着席を前提に、新幹線で実績のある 0.1G を許容している。制御は、本系列以前に同方式による車体傾斜が、 実用化された JR 北海道キハ201系、キハ261系機動車では、ジャイロセンサーと加速度計から曲率を求めて、加速度計の値が目標値となるまで車体を傾斜させるセンサ式を用いたが、本系列では、自社の制御不自然進士車両、2000系機動車、8000系電車と同様、地上の路線データなどを TC 車のマイコンにあらかじめ記録し、 ATS 地上紙により、自社の位置を検知して、曲線区間の手前から車体を傾斜させるマップ式を用いた。しかし、この制御方式は、性能面で優れるが、空気バネ式車体傾斜に用いた場合、誤って曲線外機側へ車体を傾斜させることが考えられる。ことや、制御中指示に曲線通過速度を落とさざるを得ないため、センサー式をバックアップとして用いている。このため、 通常はマップ式による車体傾斜制御を行うが、マップ式による制御指令とセンサ方式による曲線検知情報の整合性が取れない場合、センサ方式による車体傾斜に移行し、乗り心地の若干の悪化に留めることで運用への影響を最小限としている。台車台車は空気バネ式車体傾斜制御付き軸、量式軽量ボルスタレス台車で、 電動台車が SDT66、付随台車が STR66 と呼称する。軸パ波、上下動、左右動パ波とンパ波を装備している。基礎ブレーキは、付随台車では空圧キャリパー式車軸ディスクブレーキ、動力台車では単編成時のブレーキ性能の向上を図るため、油圧キャリパー式車、MC 車の前くらい側の台車と TC 車の前くらい側の台車には、 は張りを設けて、前者には ATS 車上紙を、後者には ATS 車上紙と、車体傾斜に用いる地点検知用車上紙を取り付けているほか、TC、TSC 車後くらい側の台車は、戦術の河川追従装置により、パンタグラフ台座と接続されている。駆動装置は、TD 継手式平行、カルダン方式を採用し、ハスバハ車を用いた一段減速式で、 歯車比は89,16イコール5.56である。収納する歯車箱は中鉄製で整備性の観点から上下分割方式である。8000系では非貫通型の戦闘車が存在し、8両編成を5両編成の基本編成と3両編成の付属編成に分割する構成としていたが、すべての車両が貫通型となっている本系列では、 きめ細かな車両運用を行うため、MCTC でユニットを組む二両編成を基本に、中間に T 車を連結した三両編成が可能な構成とし、これら二両編成と三両編成の組み合わせで編成を組成する。なお、連結可能な編成数は、地上設備側の制約で最大三編成までとなっている。編成表を二両編成、三両編成ともに、 本系列を示す編成記号は E となっているが、二両編成は編成番号を10番台として区分されている。量産線行者による走行試験時に曲線が連続する区間で元空気ダめ圧が想定以上に低下する事象が発生した。このため、以下の改良が量産車で行われ、量産線行者についても改修が行われている。この改良に伴い、 8600系、8750型では、空車重量が、量産先行車落成時と量産車と、でそれぞれ0.3トンずつ増加している。8600系で運用される、石槌、潮風2018年3月17日ダイヤ改正時点では、本系列は、潮風、石槌の並結列車5往復と、石槌単独列車1往復に使用される。うち、 潮風、石槌の平結列車については、所定の編成が七両編成となっている列車に三プラス2プラス二両で、石槌単独列車については、所定の編成が四両編成となっている列車に二プラス二の四両編成で運用される。ただし、予備車が三両一編成のため、石槌となる二両編成が検査でかけるときは三両編成で、大体た三プラス2プラス三の八両編成で、 運転される。また、ゴールデンウィークやお盆などの多客機は輸送力確保の観点から、潮風8両編成をそのまま岡山に直通させるため、予備車を使っても8両編成で運転できない列車に、ついては8000系の8両編成がダイソーし、ダイソーで余った車両や高松運転所所属の特急用車両が、潮風、南風との分割併合を中止された石、石づ 四万との高松駅打たず、田土津駅間に2.3両編成で充当される。四国以外では、白尾線にも入線経験があり、2019年には営業運転で初めて、備中高橋駅まで運行された。ありがとうございます。